ジオ大会流に4月29日隊は、大分県大分市出身で九十部屋所属の元、大相撲力士。本名は須藤隆二旧姓は広島。最高位は東大関。現在は、年寄り九十、九十部屋の師匠。子供の頃から巨漢で、当時のあだ名は、ブッチャー。しかし運動好きで、学校から帰ると、 毎日のように近くの海岸で友達とドッジボールをしていた。中学校時代は大変な悪道として有名になり、二桁人数の高校生相手に単身で喧嘩して勝つなどの武勇伝を轟かせ、大分県最大で、九州でも1、2を争う勢力の暴走族、12単を率いていて、大分の隆二の名を九州全土に轟かせ、大分県境内でも有名になる。 さらにヤクザ数人と喧嘩したところ、相手のヤクザに気に入られ、スカウトされたことがあった。佐賀県出身で、同年代の花は曰く、大分の隆二といえば、僕でも知っているくらいのすごく有名な人だった。すさんだ生活ぶりから母には、真珠を求められたこともあるという。ただ、不良少年ではあったものの、柔道を習っていたこともあり、目上の人間には礼儀正しく、 先生の言うことは素直に聞き、弱いものいじめもしなかったとされる。また、卒業式では涙を見せる場面もあった。小学校5年時に、競技を始めてからわずか1年のキャリアで柔道の全国大会で3位入賞。中学3年時には年齢を偽って参加した、極真空手の九州大会で3位入賞するなど、格闘センスは抜群であった。 空手の得意技は、ローキックと手のひら底。その他、中学校時代に、市内の相撲大会に出場し、優勝を果たしたが、決勝戦の相手が、後のパンクブーブー、佐藤哲夫であった。大分東明高等学校を担任の推薦で、受験するも、不合格。中学卒業後は一時と美食に就くが、母親を安心させたいと大相撲入りを決意する。そして、 どうせなら最も強い人の弟子になろうと、相撲についてはほとんど知識がなくとも、名前だけは知っていた元横綱、千代の富士の九十部屋へ入門手願に出向く。ところが反りを入れた金髪のままの姿を見た九十二、その前にこの頭を何とかしてこい。と一括される。さすがの九州一の悪道もすくみ上がったものの、喧嘩に明け暮れた広島少年はあだ心を出して、取り組み時に、 九十の力量を試みるも瞬時に伸ばされてしまい、以降、死として仰ぐ。あと、丸刈りの髪型にした上で再び、九十部屋の門を叩いたという。千代大会の大関昇進後、十三代九十は、報道、バラエティ番組などで笑い話としてこの行きを、しばしば回想している。さらには、この頃のエピソードとして、どうして相撲をやろうと思ったのと聞いたところ、 親高校がしたいからと言ってきたとも述べ、それでこの子は頑張れるなと思いましたねとも語っている。1992年11月場所に初土俵。千代大会の個名は母が大分の大都北海道の海を合わせて大会として考案した。大相撲1999年3月号の特集千代大会物語によると根性が備わっていると共に実に素直で。 模範的な弟子であったという。同志の41ページに記された女将の証言によると、今の子は怒られても、自分が怒られているという自覚がなく、ぼーっと聞いている子が多い。地代大会は、親方の説教を真剣に聞いていたとのことである。1995年7月場所29歳、初土俵から2年半で重量昇進とスピード出世を果たす。 しかし右肘の怪我と番付運の悪さに泣かされて十両で2年、あまりの足踏み状態が続き、昭和50年代生まれの幕内力士第1号を土地あずまに譲ったが、1997年9月場所にようやく新入幕を果たした。強烈な突っ張りを武器に入幕後は順調に番付を上がり、1998年5月場所に新小結びに昇進し、 8勝7敗と勝ち越した。翌、7月場所には、新関分けで11勝4敗の好成績を挙げた。この頃から、時期大関候補と言われるようになる。この7月場所9日目の無双山戦などは激しい、張り手合戦に終始した一番として有名であり、後年でも話題になっているが、時津風理事長は、見苦しいと評した。そして関分け4場所目の1999年。 一月場所先集落、本、割で、横綱若野花に勝利し、両者13勝2敗の優勝決定戦にも連れ込む。さらにその優勝決定戦でも若野花に連勝を、果たして、念願の幕内初優勝を成し遂げた。関脇通算3場所で、合計32勝13敗、大関昇進の目安となる、通算33勝以上には届かなかったが、当時大関は、 高野波と武蔵丸の二人のみで、また1994年、1月場所後の高野波、武蔵丸の同時昇進以来5年間新を大関が誕生していなかったこともあり、横綱若野花に本割、優勝決定戦で勝利した内容が高く評価されて、甘めながらも場所後に大関に推挙された。初優勝後、故郷の大分で優勝パレードが行われ、この時、 パレードを先導した白梅の警官が、かつて追いかけ回した奴を、今は先導するようになったと語った。千代大会の大関昇進により、若の花と高の花に次ぐ新しい時代のヒーローとして、期待された。しかし新大関の1999年3月場所は、初日から3連敗を喫するなど不調で星が伸びず、 さらに10日目の武蔵丸との取り組み中に、武蔵丸の頭突きが鼻に当たって、鼻骨を折ってしまい、鼻血を流しながらしばらく立ち上がれず、途中休場する羽目になってしまった。翌、5月場所は、交渉が適用されて、全球、いきなり初の大関角番となった1999年、7月場所は、10勝5敗と勝ち越して、角番を脱した。ちなみに、 新大関場所で急場した力士が、急場明けに二桁白帽子を記録して、角板を脱出するのは、2場所連続負け越しでの関分け効果に改められた1969年、7月場所以降では、史上初。その後も、怪我や体調不良などで振るわない場所もあったものの、概ね10勝から11勝を挙げ、安定した成績を残していた。2000年7月場所では、 明けと武蔵丸の両横綱に勝利し11勝。しかし2001年1月場所などは2日目までに当時の5大関が合計8敗を喫し4日目で5人合わせて早くも10敗となるなど大関陣全体が不甲斐ない状況にあったため当時の審判副部長であった90が激怒。うちの球場しただらしない大関を筆頭に全然稽古しない。 だから肝心なところで勝てないんだ。今、勢いのあるのは巡業でもガンガンやってる奴ら。稽古が足りないんだ。と非難した。その後2001年5月場所では12勝。2001年7月場所は13日目の海王戦で肩を怪我したが、先週落まで取り切り11勝。2場所連続休場明けだった2002年1月場所は、初日から、 新大関の土地あずまともに9連勝。十日目に開宝に敗れて一敗となったが、その後土地あずが終盤で二敗したため、千代大会が十三勝一敗と単独首位で、千秋楽を迎えた。千秋楽結び前の一番で、土地あずに勝てば、千代大会の二度目の幕内優勝だったが、押し出しに敗れて十三勝二敗同士の優勝決定戦にも連れ込む。だが、 その決定戦では、土地あずまの立ち合いの変化で突き落としにまたも敗北、逆転で惜しくも優勝を逃してしまう。取り組み後、九十部屋の千秋楽色パーティーの席で、千代大会は、師匠の九十親方と共に、無念です、と大粒の悔し涙を流していた。初の綱取りだった翌、三月場所は、中日までに4敗を喫して絶望的となり、 11日目で7勝を4敗としながらも12日目から4連敗してしまい、結局7勝8敗と負け越しに終わる。角番で迎えた5月場所は、初日から9連勝し、後半に失速したものの11勝4敗の成績を上げた。7月場所は10日目に、土佐の海に敗れたが、14勝1敗の好成績を上げ、21場所ぶり2回目の幕内優勝を果たした。 だが2回目の綱取りだった翌、九9月場所では12日目まで2敗と優勝争いに加わったが、終盤3連敗で10勝5敗、またしても綱取りはならなかった。次の11月場所は9日目から途中休場したが、この年は年間最多価値を上げた朝昇竜に次ぐ61勝を上げた。二千三年三月場所は交渉休場分けであったが、先週楽結びの一番に、 この場所新横綱の朝昇龍と対戦し、押し出しで破って12勝3敗の成績で、4場所ぶり3回目の幕内優勝を果たしたが、これが、千代大会自身最後の優勝となった。次の5月場所で、通算3回目の綱取りに挑んだが、終盤崩れて、結局10勝5敗に終わった。それでもこの年は解禁した場所では、 すべて二桁勝利を挙げ、安定した成績ぶりを示していた。2004年前半までは強いところを見せ、砂取りを期待される場所もあった。2004年3月場所は、初日から13連勝し、先週落に14戦全勝の朝昇竜と対戦し、勝てば優勝決定戦に持ち込めたが敗れてしまった。それでも13勝2敗の好成績を挙げた。これ以降は、 優勝争いどころか勝ち越すのが、やっとという場所も多く、さらに怪我も多くなって、最大の武器である突っ張りもだんだん効かなくなっていった。それでも、隠した相手には、自力の差を見せつけ、序盤から中盤にかけては、安定して、白星を重ねていたことが多かった。2005年この年は1月場所、5月場所、9月場所において、角番となり、 当時の史上最多記録に並ぶ8度目の角番となる。7月場所には、左膝側副靭体損傷のため9日目から、途中休場している。2006年7月場所には、大関在位45場所となり、元大関、北天祐を抜いて、歴代単独2位となる。7日目の路方戦で分かったものの、勝負決着後の土評下で、路方と睨み合い、抗論となった。 千代大会は自ら北の海理事長のところへ行き謝罪したものの厳重注意を受けた。2006年9月場所ではすでに優勝が決まった後ではあるが朝昇龍に勝利した。2007年は存在感を見せた1年となった。5月場所12日目にはこれまで相性の悪かった横綱朝昇龍に押し出しで干渉し二敗を守るなど優勝争いを繰り広げ、 終盤3連敗したが10勝5敗の成績を挙げた。7月場所では、大関在位51場所となり、初代、高野花の持つ大関在位50場所の記録を抜き史上、単独1位となった。11月場所では破壊力に戻った月押しを武器に、終盤まで優勝争いを展開するが、十四日目に横綱白鵬と相星決戦を戦い破れて、さらにこの一番で右肘を負傷。 先週楽を休場し、不戦敗となった時点で、白鵬の優勝が決定となる。また、千代大会はこの11月場所で11勝4敗の、好成績を挙げたが、二桁勝利は、これが最後となり、さらにこの右肘の大怪我が、結果的に彼の力士生命をも縮める結果に、つながってしまった。2008年1月場所は前場所の右肘がほとんど、 回復していなかった影響により、初日からの解禁7連敗を喫した。これは一場所15日制になってからは清国が1973年、11月場所で、初日からの解禁6連敗を塗り替える、大関ワースト記録である。3月場所は、史上最多タイの11度目の角番となったが、12日目に白鵬を破り、勝ち越しが決定し、角番を脱出。この日、 65歳の誕生日を迎えた母の激励に、応える勝利に、おふくろ、喜んでくれるかなぁと目を細めていた。しかし2008年5月場所は、右肘の痛みが再発した影響により6日目から6、連敗を喫し、11日目に、白鵬に破れ負け越し。翌12日目に、朝昇流を破ったものの最終的に5勝10敗に、終わり、幕内では、初の二桁黒星を喫し,した。 7月場所では、史上単独1位の12度目の角番となるが、9勝6敗と、勝ち越して、再び角番を脱した。大関に昇進してからちょうど丸10年が経過、節目の大関在位60場所目を迎えた2009年、1月場所は、8勝7敗で辛くも勝ち越した。だが3月場所は2日目から6連敗し、師匠の九十と、休場を相談した。しかし、 10日目に負け越しを喫した際に、両親から15日間取り切るように進言され、解禁を決意。結局大関としては1988年、9月場所の小西木ら5人の記録を更新する、解禁場所最多敗となる13敗という不名誉な記録を残してしまった。また、先週楽には、自身が2008年3月場所から糖尿病を患い、2009年、 3月場所に症状が悪化したことを明らかにしている。翌、5月場所は史上最多13度目のカド番を迎えることとなった。2009年、5月場所中の5月23日に本名を須藤隆治に改正したことを発表した。2009年の5月場所では12日目で5勝7敗、さらに、左足太もも肉離れという絶望的な状況に追い込まれたが、 その後大関琴美月と海王、関脇バルトに対し3連勝をし、8勝7敗で13度目の角番を脱出した。しかし、角番を脱出した取り組みとなった千秋楽のバルト戦が故意によるものではないが、無気力相撲に相当すると判断され、両者に対して師匠を通じ注意処分を受けた。翌、7月場所は序盤から勝ち負けを繰り返し、 14日目には海王に負け7勝7敗になるも、千秋楽に関脇閣流に勝って勝ち越したが、これが最後の解禁場所、また最後に勝ち越した場所となった。2009年9月場所では10日目に負け越し、翌11日目より途中休場。次の11月場所では史上最多を更新する14度目のカ番を迎えることになった。 その11月場所直前の2009年11月12日、地位大会は、同場所で負け越して、関脇に陥落した場合でも、現役を続け、2010年1月場所に、関脇の地位で6敗目を喫し、大関特例復帰を果たせなかった時点で、現役引退する意向を表明した。その2009年11月場所では、初日に自転空を叩き込み、2日目も、 各流を押し出して2連勝スタートするも3日目からは8連敗を喫する。10日目の対朝昇流戦で立ち会い、千代大会が先に突っ張るも朝昇流の釣り出しにより敗北。2場所連続負け越しとなり、65場所続いた大関の地位からついに関脇へ陥落が決まってしまった。翌11日目からは全場所に続いて途中休場。 大関復帰のチャンスを生かすため、場所前に表明した意向を変えることなく、次の2010年1月場所は1999年1月場所以来11年ぶりの関分けで出場することになった。なお2009年の幕内成績は30勝52敗、8 9で、同年幕内を6場所務めた力士の中では最低となり、また大関で、 年の区場所勤めての年間30勝もワーストタイの記録となってしまった。2010年1月場所は西関分の地位に置かれ、大関特例復帰がかなわなければ引退する不退転の覚悟で臨んだが、初日は木瀬の里に完敗、二日目も北東力に敗れた。そして三日目には、大関として長年にわたって共に支え合ってきた海王に送り投げで敗れ、 初日から3連敗となった。その日、海洋戦の VTR を見た、千代大会は引退の潮時を悟り、残りの取り組みで10番勝つことは難しいと判断し、この一番を最後によく4日目の1月13日午前、現役引退を表明した。その際に、千代大会は、海洋関はコメントをしなかったと聞き、配慮してくれて思いを感じた。偶然当たったんでしょうけど、 最後は、海洋関で良かったとコメントしている。2010年1月13日の午後、両国国技館内の相撲記者クラブで行われた引退会見では、不良少年から、各界入りして、大関に昇進した自らの人生を振り返るように、一つ目標を持てば人生が変わることもある。若い人に、それを伝えたいと目を潤ませながら語った。引退後は、 2001年に取得していた、年寄り名跡のスケノ山を襲名するとともに、苦渋部屋付けの親方として、更新の指導に当たっている。引退相撲断髪式は、2010年9月場所後の10月2日に、両国国技館で行われ、358人が曲げに、ハサミを入れた。泣かないと思って頑張ったんですが、こらえきれずに涙が出た。皆さんのおかげで、 素晴らしい断髪式になりましたと述べた。止めはさみの前には、大相撲史上初となった1999年1月、千秋楽の優勝決定戦での取り直しの一番、横綱若野花との取り組みの実況アナウンサーが再現した。その際に、千代大会と声をかけるのは、今日が最後。皆さん、千代大会と呼びましょうと言って場内が大きな千代大会コールに包まれると、 千代大会はこらえきれずに、大粒の涙を流していた。スケの山親方となってから出演した2012年1月場所12日目のドスコイ FM では、引退後の体重の変化について、一番、重かった時が、本場所中じゃない時が162キログラム、本場所中は158キログラムやめてから体重が30から40キログラム落ちた。と語っていた。 2012年2月1日に日本相撲協会の委員、大群年寄りから委員へ昇格し、それまでの広報部から審判部、指導普及部への移動も合わせて発表されたため、本場所では感染客が勝負審判として土俵だまりに座る助の山親方の職務姿を確認できるようになっている。2015年に13代90が水臓ん手術を受け、 療養する状況となったこともあって2016年に入ってから助の山が師匠代行として部屋の稽古を一人で指導するようになった。2016年7月31日、師匠13代90が水臓んにより61歳で逝去千代大会は記者陣に対して地のつながりはないが実の父親だとずっと思っていた。 元気になってくれると信じていたので、言葉がない。亡くなる当日朝に病院に行ったが、すでに意識不明で声かけても返事がなかったとコメント。それまで苦渋部屋平き親方として、弟子の指導に当たっていたが、生前時に親方から、次に、お前が引っ張っていけと言われていた。これから不安にならないように頑張らせていただきますと、決意を述べている。その二日後の八月二日付で、 14代90を襲名、九十部屋を継承した。2017年1月からは、東京新聞スポーツ面にて相撲に関するコラム、九重竜二の血与魂の執筆を開始。師匠である仙台九十親方が、場所期間中連載していた、コラム、ウルフの目から実質的に引き継いだもので、今後不定期掲載されることになっている。九十部屋継承後は、 先代からの弟子である千代のスメラが新入幕、千代の海が新重量にそれぞれ昇進している。2021年1月場所中の18日に2019年新型コロナウイルス感染が判明。同月20日に入院、4日後に退院している。九十部屋で集団感染となっていた中での感染で九十は重症肺炎であった。入院した日に夫人に病院から電話があり、 三日間、酸素濃度が下がったら危ないと言われていたという。千代大会の最も良い相撲とされるのは、小刻みな突っ張りと同時に足も出て直進し、相手を突き出す、電車道と称される、勝負の決め方であった。しかし、悪癖と言われる引き叩き癖があり、格下の相手であれば突き切ることが多いが上位力士となるとなかなかそうともいかず、引き叩きによって自滅することも多々あった。 とはいえ、千代大会の引き、叩き、稲しはむしろしばしば面白いように決まり、マスコミも土俵際の魔術師と本人に水を向けることがあったが、この時は土俵際の詐欺師だよと事情気味に語っていた。また、月押しの力士は同型の月押しの力士に弱いとされており、千代大会もその例に漏れない。さらに、朝昌流や白鵬、海王といった圧力に、 強くなかなか下がらない力士に対しては、突き押しが通じない場合が多く、捕まってしまうと、全くなす術なく寄り切られるか投げられることが多かった。大相撲中継などではよく左四つでも相撲が取れると言われていたものの、そうじて四つ相撲は増えてであった。本人も、四つは、ちょ二段、三段目レベルなどと、しばしば自重気味に語っており、自分から四つ身になることは、まずなかった。 ただ、図らずも相手に四つに組まれてしまった場合には、強引に寄ってみたり、上手投げや小手投げを見せたりすることもあった。千代天山は、自身のブログで、千代大会と四つに組んだ時も勝てない、とコメントしている。また、史匠直伝の、回しを切る技術も優れたものがあり、組まれても回しを切って再び押しに出る相撲も見せた。相撲評論家の小坂秀治は、 大関昇進直後の千代大会について、かつての関脇時代の玉二式のような勢いと馬力があったと評価しており、攻撃の主軸が喉あぜめにあると分析している。同時にその勢いを保つことができるかどうかが、横綱昇進への道を分けるという趣旨の記述もある。加えて、今まで数多くいた月押し相撲に比べて、千代大会の月押しが特に優れているということはないと、 前置きした上で、目先の勝利のために叩きを打たず、押し相撲をさらに磨くべきだと主張していた。現役時代はあまり稽古熱心でないとされており、北の富士から NHK 大相撲中継で、いやー、千代大会って強い力士ですね。全然稽古しないで、よく勝てますよね、などとコメントされたことがある。千代の富士も、あいつの才能が10だとしたら、俺は3、でも、稽古の量は、 俺が10だとしたら、あいつは3と言っているくらい稽古嫌いだったようだ。また、負けて、ニタニタする癖も指摘されていた。2000年7月場所の高野若戦と2007年7月場所の朝昇龍戦で、立ち合い待ったかと思い込み、そのまま何もできず、寄り切られることもあった。朝昇龍との取り組み成績は、9勝30敗であり、苦手としていた。 2005年以降しばらくは全く相手にすらしない、朝昇竜の圧勝ぶりであったが、2006年9月場所は、両者ずっぱりの応酬で、朝昇竜の曲げに手が入っているかどうかの物言いが、つきながらも即尾落としで久々に勝って、連敗を8で止めた。さらに2007年5月場所では鋭い当たりと、強烈な喉どで一気に押し出し干渉した。 当日の大相撲を中継で解説していた北野富士も、千代大会ファンには謝らにゃいかんね、素晴らしいとコメントした。その後も、千代大会は2008年5月場所に突き落とし、2009年7月場所は引き落としで、それぞれ朝昇流を下した。しかし、最後の対戦となった2009年11月場所は、10日目の取り組みで朝昇流に高々と釣り上げられて2勝8敗と、 負け越し。前の9月場所に続き2場所連続負け越しにより、大関観落となった。春馬富士とは2008年から一度も勝てなかった。また引退間近の頃は豊野島も苦手としており、初顔から5連敗を喫していたが、2008年9月場所でようやく初白星を挙げた。自身現役最後の取り組みとなった2010年1月場所3日目は、 海王が相手で幕内対戦回数も54回となったが、これは当時の大相撲歴代第2位の対戦記録だった。なお、海王との幕内取り組み成績は、千代大会の20勝34敗。なお、くしくもこの日の千代大会の敗戦で、海王の幕内勝利が808勝となり、師匠の千代の富士の807勝を超える大相撲史上、単独第一位の記録を達成した。 地位予大会は2005年9月場所まで海王には15連敗中だったが、11月場所13日目に久しぶりに勝って連敗を止め、翌年35月場所も勝って15連敗の後の3連勝となった。その後15連敗を止めてから2009年5月場所までは海王戦は9勝7敗だったが、最後は4連敗で引退した。なお海王は翌2011年7月場所5日目、 これも、千代の富士の通算1045勝を超える通算1046勝の偉業を達成。7日目には通算1047勝としたが、10日目に海王が古都欧州に敗れた直後、千代大会はこれが最後だなと感じたという。この取り組み後海王はついに現役引退を表明。その海王の引退に関して千代大会は、 古い戦友としてお疲れ様と言いたい。ファンのためについたちでも長く土俵に上がる姿勢には感動していた。今まで本当に立派だったと思うと称えていた。ありがとうございます。